皆さんこんにちは。北島三郎ファミリーの若頭と呼ばれる演歌歌手である山本譲二さん。今回は山本譲二の壮絶ながん闘病生活と現在の年収額や妻の正体について紹介します。まずは山本譲二の経歴とプロフィールから紹介します。山本譲二は日本の演歌歌手琴五郎のペンネームで楽曲の作詞作曲も行っている。山本譲二さんの奥さんは元女優の植木悦子さん、本名は悦子さんといい、山本さんは悦ちゃんと呼んでいる。一目惚れでね、本当に可愛かった。俺は売れない歌手だったのに、悦ちゃんはドラマや CM にも出ていたんですよ。紐のような存在だった俺のことを見限らずにいてくれました。山本さんが36歳、悦子さんが31歳の時に結婚をした。二人の娘に恵まれ、演歌歌手としてベテランと呼ばれるようになり、そろそろ60代になろうかという時に突然訪れた身体の不調。耳がおかしいのではないかと最初に気がついたのは悦子さんだった。良性の腫瘍だったけれど、手術をしなければ聴力が失われ、手術をすれば顔に麻痺が残る可能性があるとのことで、顔に麻痺が残れば歌えなくなるかもしれない苦渋の決断で右耳の聴力を捨てた。悪いことは続くというが、翌年には妻が乳がんに、お母さんは死んじゃうのと聞いてくるまだ学生だった娘たちを励ましながら、自分でもどうしていいかわからなかったと山本さん、手術、その後のホルモン療法中も弱音は一回も吐きませんでした。悦ちゃんは俺の心の杖なんです。なくしてなるものかと思いましたが、僕にできるのは心の中で祈ることぐらいでした。家族の思いが通じたのか、悦子さんは乳がんを乗り切った。しかし夫婦の試練はまだまだ続く。69歳の時に今度は山本さんに大腸がんが見つかったのだ。7時間に及ぶ手術を受け、腸を20センチも切除。今までは太く短い人生を送ればいいんだと言い続けてきたけれど、がんという現実を前にして、そんなのは強がりでしかなかったと分かりましたよ。病室の白い壁に向かって、家族のために生きていたいと手を合わせることもありました。そんな夫を悦子さんはどう見ていたのだろう。頑張れとか一度も言わなかった。毎日病室に来ては明るく振る舞ってケラケラと笑って帰っていきました。自分もがんと戦った経験があるからこそ、術後の痛さ辛さを知っている悦ちゃん。本当は痛くてたまらない俺。夫婦だから余計なことを言わなくたって互いの気持ちが分かっているんだよね。それでも気丈に振る舞っていた悦子さんの感情が一気に吹き出した瞬間が、抗がん剤治療は必要ないと聞いた瞬間に泣き崩れたんですよ。抗がん剤治療で俺が苦しまなくて済む、転移の心配も少ないって分かって安心したんだね。抱き起こしながら悦ちゃんありがとうって素直に言葉が出ました。それから10年以上夫婦で病気と戦い続けてきた。辛いことが重なったけれど、そういう年回りなんだと思うんだよね。親が老い、自分や連れ合いの身体に不調が出るようになる。辛いことが起きるのは生きているから、俺はなんとか苦しい時を乗り越えられた。それは病気だけでなく人生の大事なポイントで、いつも悦ちゃんに助けてもらってきたから、悦ちゃんあっての俺なんです。山本譲二はこれからもまだまだ歌いますよ。山本譲二さんは2009年に顔面神経良性腫瘍という病気を患ったことを告白しています。しかし今後も歌手として活動を続けたいという理由で切除手術は行っていません。2009年に顔面神経良性腫瘍を患って以来、右耳が聞こえなくなってしまった山本譲二さん。ある日朝起きたら突然右耳が聞こえなくなったそうです。当初は中耳炎を疑いましたが、診断の結果鼓膜の奥を通る神経に腫瘍があるとのこと。良性腫瘍のため命に関わるものではありませんでしたが、聴力を取り戻すためには手術しなければならない状況でした。しかし手術をすれば顔面麻痺が起きる可能性もあると告げられてしまいます。聴力と顔面麻痺の二者択一を迫られ悩んだ結果、手術はしないと決めた山本譲二さん。腫瘍発見時には右耳の聴力はほぼ失われていましたが、当初はまだ補聴器はつけていませんでした。左耳に聴覚補助のイヤホンをつけてようやく聞こえる状態でしたが、レコーディングやテレビ出演を精力的にこなしました。
右耳が聞こえなくなってから8年経過した2017年、フジテレビのバラエティ番組訂正させてくださいに出演することとなった山本譲二さん。この番組で、すでに左耳もほとんど聞こえなくなっており、補聴器をつけていると明かしました。左耳に負担をかけすぎた結果、左耳まで聞こえづらくなってしまったようです。リズムや音程を取るのが難しくなるため、歌手にとって耳が聞こえないのは致命的。にもかかわらず腫瘍の除去手術を行わなかったのは、相当な勇気が必要だったと思われます。それでも腐ることなく、素晴らしい歌をファンに届けてくれています。どんなことがあっても100歳まで歌うと心に決めているそうです。山本さんは既婚者ですが、妻は元芸能人だということはご存知でしょうか。妻の名前は植木悦子さん。ドラマや CM などで活躍していた女優だったそうです。山本さんは妻を悦ちゃんと呼ぶほど仲の良い夫婦のようです。山本譲二さんをネット上で検索すると離婚というワードを目にします。おしどり夫婦とも噂される山本さんですが、離婚をしたのでしょうか。調べてみたところ、その離婚の噂は山本さんがテレビで話した内容から来ているもののようです。2017年に出演したお昼のフジテレビの番組、バイキングで衝撃的な告白をしています。その時の番組の内容は熟年離婚について取り上げていたということなのですが、そこで山本さんは驚きの発言をしました。山本さんの妻は離婚届を2通必ず、セカンドバッグに入れて持ち運んでいるという話です。以前、妻から離婚話が持ち上がった時に、山本さんは離婚をしたくないと妻に出された。離婚届の本来書くべきところにサインを書かずにわざと間違えて記入したそうです。そこで妻は次に離婚話が出た時には、抵抗されてもいいようにと離婚届を2通用意して持ち歩いているということでした。また、出演したテレビ朝日徹子の部屋でも離婚について触れています。山本さんの度重なる浮気が原因で妻が悩み、山本さんに離婚届を突きつけたというエピソードを語っています。どの番組でもシリアスな雰囲気ではなく、明るく離婚届の話をされていますので、笑い話の一つとしてのネタなんでしょうかね。でも浮気をされた妻の立場になれば離婚届も用意したくなりますよね。テレビで山本佐川話した内容からもわかるように、山本さんは離婚はしていません。山本譲二さんは元女優の植木悦子さんと結婚をしていますが、二人の馴れ初めはどんなものだったのでしょうか。山本さんが妻の悦子さんと出会ったのは、山本さんが当時24歳の時だったといいます。デビューのきっかけを作ってくれた作曲家の浜圭介さんの事務所にいた彼女を見て一目惚れをしてしまったそうです。当時の彼女はすでに植木悦子という名前で、ドラマや CM などで活躍をしていました。その頃の稼ぎですが、山本さんは月に4万円だったのに対し、悦子さんは15万円から20万円ほど稼いでいたようです。そばから見ると、紐のような生活ですよね。交際中も悦子さんから結婚をしてほしいと言ってくることもなく、山本さんはそういったプレッシャーもなく歌に専念できていたようです。苦しい時代を過ごしましたが彼女の支えもあり、1980年当時31歳で道のく一人旅をリリースして、その曲が大ヒット。5年後の1986年に子供ができ、結婚をしています。婚姻の報告を師匠の北島三郎さんにすると大声で喜んでくれたそうです。こんなにも陰から支えてくれた悦子さん。そんな彼女に山本さんは結婚に際し、ひどいことをしてしまったと今でも悔やんでいるそうです。その内容とは、結婚をファンに公表することによって、ファンが自分から離れるのではなかと恐れて、悦子さんには幸せそうな笑顔を見せてはいけないと指示をしたというのです。その山本さんの気持ちが理解できないわけではありませんが、結婚という人生の中で最も幸せな行事を幸せそうにしてはいけないと言われるなんてもどかしいですよね。お二人は1987年2月2日に明治神宮の奥の神殿で式を挙げています。山本譲二さんの2024年現在の年収は3000万円程度ではないかと推測されます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。